楽しく行こうぜ、秋箱チャンネル。はい、皆さんこんばんは、秋箱さんです。今日はですね、このホワイトボードを使ってちょっとしたですね、遊びをしてみたいと思います。要はですね、ここにイラストを描いて取り込みます。で、Google 検索のイラストですね、 Google 検索の画像検索をして何を描いたか Google の AI に当てさすゲームをします。で、一人でやってもつまらないので、今ね、そこにいるカメラマンにもちょっとね、書いてもらって、まあ、どっちがいっぱい認識させられるかっていうゲームをします。はい、じゃあね、ウォーミングアップということで、まずは練習で何にしましょうか。適当になんか、カメラさん適当に。じゃあ簡単なアンパンマンで。アンパンマン、はい、じゃあアンパンマン描きたいと思います。じゃあカメラさんもお願いします。はい。結構これはね、自信あるよ。はい、じゃあまず私、はい、アンパンマン、まあいいんじゃないかな、これは。はい、じゃあカメラさんのやつフリップください。はい、せーの、ポン。ああ、まあまあまあ似たようなもんだけど、眉毛あれあるんだっけ、眉毛あったかな。そうだ、なんかおかしいと思ったの、眉毛だ、書き忘れた。眉毛がない。まあいいや、これで取り込みます。はい、じゃあね、アプリで取り込んでいきます。うい。はい、じゃあそれではですね、この Google 検索の右上のとこですね、まあ環境によって変わると思うんですけども、基本的にはこの上に画像検索ってあります。フェイシャルエクスペクレーション、似顔絵、まあ顔だっていうのは認識してくれましたけども、あとは出てきたのはやっぱ同じような子供の落書きレベルのやつだな。せーの、おい。さあどうだ。あ、同じですね、まあ、同レベルっていう感じですかね。じゃあ次行ってみましょう。はい、じゃあね、続いてはアンパンマンのライバル、バイキンマン行ってみましょう。はい、スタート。はい、じゃあね、今回はカメラマンさんの方を先に行きましょう。せーの、ドン。どうだ。ああ、まだでもいいんじゃない、なんかこれやっぱ歯がいいってなってる感じは。そうだよね。続きまして、私のはこちら。あ、こう、逆。感じじゃなかったっけ。目そこだっけ。目こっちか。なんかバイキンっていうから、こんな感じかなと思って、バイキンらしいかなと思って。じゃあカメラさんのやついきます。あー、皮膚へほープロジェクトプロジェクトは あれだ、フローチャートの、こういう流れ図のフローチャートですね。フローチャートとして認識されてプロジェクトって出ました。で、あとはやっぱりこう、あ、結構でもなんか、あ、なんかうまい感じの絵があるな。なんか違うっすけど、一応丸とかこう記号がね、そういう風に見られたようです。私の、えい。さあどうだ。カトゥーン、あ、いいんじゃない。カートゥーンということで、アメリカとかでねやってるこう、ギャグアニメみたいな、トムとジェリーがよく代表ですけども、それのキャラクターとして認識されましたね。だからなんかうんこみたいなとかあるけども一応キャラクターとしては認識されたようです。もうちょっと一歩リードかな。でも認識されてないですね。はい、次。はい、ということでね、今やりましたけども、イラストがこうフローチャートで見られたりということでね、なんかこの AI のなんか凄さというか真面目さというか、なんか不思議なね感じがします。じゃあね、続いてはトトロ行ってみましょう。はい、ということでトトロですけども、私はこんな感じです。あれですね、猫バスを待ってる時の、雨のシーンの有名なとこですね。じゃあカメラさんのやつが、よっ。なんだこれ、こんな、ボサボサから。あれじゃあ、銀玉の中、お化けのキューちゃんみたいにいるじゃん。あれじゃあ、さあどうだ。
ドローイング、まあ描画、まあ絵描いてるって感じですね。なんか当たり障りのない、ちょっと背景写っちゃってるんでイラストというよりはなんかこうイラストが展示してあるやつが検索で引っかかってきてますね。問題のこのなんか鳥かなんかわかんないやつ、検索さあどうだ。あ、同じくドローイングが出ましたけども、あ、なんかスリーパーとかあのミニオンとかのイラストが出てきてますね。やっぱりなかなか難しいかな。でね、今までちょっとやってきた中でやっぱ写真だとこう色情報が多すぎてうまく認識しないんじゃないかということで、ちょっとフォトショーを使ってですね、あの改造し、あの色数を落としてあの分かりやすくしました。はい、ちなみにね、加工したのがこういう感じです。はい、じゃあ改めて検索します。せーの、ほい、さあどうだ。ラインアートで出てきましたね。あー、なんか豚とか一応なんかそれっぽくは少しは精度上がりましたね。じゃあ次からねちょっとこれを、やっていきましょう。鉄腕アトム。アトムかじゃあまずはカメラさんの鉄腕アトムなんかやる気ねえなあーなんかこう前髪がねこういう感じね。私のアトムじゃん多分後ろね、多分後ろなんか二股に分かれてた気がするんだよね。そうか、とんがってるのか後ろに。後ろもとんがってるはずなんだよね。じゃあね、これ取り込んでいきます。はい、じゃあカメラさんが描いた方のアトムですね、こっち検索します。えい、ドローイング、あー目、これ全体が目として認識されましたね目のアップのものがいっぱい出てます。今までの中ではまともな方だと思いますよ。フェイシャル、まあ最初のやつですね、表情、まあ顔だというのは認識されてます。まあちょっと前編ねモザイクかかるかもしれませんけど、ミッキーマウス行ってみようはい、ということで私が描きましたミッキーだよどうでしょうなんか昔の初代風な感じになっちゃいましたけどね。何が違うか分かんないけど、まあ、ネズミというよりなんか猿みたいになってますけどもまあ猿のあのフレンズですはい、続きましてカメラさんのミキだよははっあはなんか目が互い違いになってちょっとラリってるみたいになってそしてクマみたいになってるし、耳はいいけどこのミッキーっぽいやつを入れていきます。無事認識された場合は、画面が真っ暗になります。ご了承ください。せーの、ドン。さあどうだ。あー惜しいな。表情は表情だけどなんかそれっぽい、なんかこれとかなんかそれデザインしたんじゃねえかなみたいなやつがありますね。あ、でもやっぱりさっき猿って言った通り猿として認識されてますね。やっぱりライオンとかもあるけど、惜しい感じですね。じゃあこちらのパルコアラコアラ入れていきます。それラインアート、まあイラストとしてはやっぱ認識されてますけども、なかなか難しいもんねこれね。はい、じゃあね1回ぐらい認識させたいんで、ちょっとねだいたいみんなが書けそうなとこでドラえもん。じゃあカメラさんのドラえもん。こんなくにゃくにゃしてたかな。原作のなんかあれっぽい気もしますけども、クッシーのドラえもんうまいもんじゃねえかなんか書いてる途中にね、なんかあのあのうまい棒のあれっぽくなったんでもうやけくそです。原作風のドラえもん、さあどうだ。こう仙台来て出ましたね船外機出ました。船外機あれか、なんかプロペラとかなんかイラストが下に出てますね。あ、なんかアマゾンでなんか売ってるよなんかおすすめされたよ今までの中で結果としては一番面白い。はい、もうやけくそで描いたうまへもん、これうまい棒比較しては面白いんだけどな。さあどうだヘッド、まあ頭って出ましたね。
どーもくんとかあのスポンジボブ的なやつが引っかかってなんかキャラクターだっていうのは認識されたけども、あれか、枠か、枠のせいか、枠のせいもあるかもしれないですね。はい、じゃあね、最後はまあ一番シンプルなところで、まあ世界的にも有名なっていうところでカービィにしましょう。はい、じゃあまず私のカービィ、まあこんな感じじゃないかなっていう。じゃあカメラさんの、はい、こんな手でかかったっけ。はい、じゃあね、まずはこちらですね、この船外機。船外機じゃねえし、また船外機出たら面白いんだけどな。外だ、ラインアート。じゃあ続きましてこっちのカービィ、お、なんかちょっとん、くるく意味わかんねえな、なんかのキャラクターとして認識されてんのかな。なんかいっぱい引っかかってきてるんで、結論難しい。人気があれば、続編やりたいと思います。また次回。